家計支援をアピールしましたアマゾンは有料会員向けの特売プライムデーを来月12日と13日に行うと発表しました燃料高騰などを背景に商品の値上げが相次ぐ中日用品を中心に幅広いカテゴリーの数十万点の商品を割安価格で提供します 昨年のプライムデー2日間のイベントに対して節約された金額は160億円、今年はさらにそれ以上の節約を日本のお客様に提供したいとは考えています。